されてます。でも今日はね、もっと田中さん、ちょっとだけここに来てくれませんか。田中さん、いつもフリーの立場でありがとうございます。いつも本当に田中さんのコンディションの良さ、そしてグッズの売り上げの良さは本当にレスラーの鏡だと思います。ちょっと遅れてしまったんですが、今年田中みな実25周年誠におめでとうございます。ということで、これからもフリーという立場ではあると思いますが、ノアの授業をよろしくお願いします。おめでとうノアのジュニアは最強です。